これ、ほらやばいね、こんなになってたんだね。これ、え、どうぞこれ、ちょ、やって、やってみて。これ、これちょっと邪魔。どこで見て、あ、俺どうやって、あ毛が薄いんだよ。すんげえ、毛全然ねえじゃんと思った俺の額だったスーパーミリオネア、すごいね、これ。この鏡すごいよね、大体。そう、こう見えるんだね。これ、これ、け、け、鼻まで見る。なんかやめなさい、そういうこと言うのやめなさい。だって、こんなとこまで、こんな角度で俺、自分見たことないよ、だって。ああ、その辺ね。うん、撫でるんだって。撫でると、うん、下に潜り込むから、うん、毛が、うん、繊維が。ブラシかなんかいらないの、これ。ブラシはダメ。ああ、ダメなんだ。うん、すげえ。あれ、だいぶ色が、うん、どう濃くなってきますね。本当。俺、この鏡にびっくりしてんだけど。鏡すごいよね、これ。へえ、こういうことだったんだね。これ見えるわ。下が見えるんですか。これ、じゃあ自分でできるってことか。そうそうそう、それの鏡を、あの、社長が考案したんだよ。はぁ、あ、こう見るじゃん。こう見、これ、ここ見るとね、てっぺんが、あれ、てっぺんが見える。もっと上、もっと上。あ、こうか、あ、こう、こうか。あ、ほんとだ。こう、こう、あ、見える見える。え、すごいね。素肌がなくなった最初どうだったんですか。なんかね、地肌見えてね、ツンツルテンだったよ。びっくりした、自分のこんなてっぺんから見たことなかったからね。洗面所にずっとあったんですけど、この辺も、この辺もできるじゃん。土側が見えない。ちょっと、あ、結構増えたかも、そこの。ね、見えますね。なんかふさふさの白髪がなくなったね。なんか若くなってきたよ。うん、結構やってる人いるみたいですもんね。うん、だってすごいの、世界中ですごいんだよ、これ。使ってる人すごいみたいですよ。え、そうなんだ。うん、これだ、この鏡だったら、うん、自分でできるんだ、こうやって。うん、ちょっとやってみる。ここポン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 やればいいの。そうそうそう、この辺白いじゃん。そうそうそう。あ、あとこの辺。あ、すごいすごい。うん、すごいすごい。はあ、あ、これいいじゃん。すごいね、これ。何これ。ちょっと待って、これすごいわ。おお、すごい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 。あ、こうやって伸ばすんだ。あ、あ、いけない。いけない。眉毛まで。あの、地肌に行っても大丈夫なの。ちょっと久しぶりに40代みたいになっちゃったね。あ、こっちが後ろちょっとやらせて。なるほど、こういうことか。これやってたんだな、みんな。うん、やってると思いますよ、多分。先輩たちは。はい。妙に黒いなと思ったんだよ。おお、すごいね。おお、すごいね。これやばくない、これ。やばい。ちょっと、ちょっと横、後ろ、ちょっと黒すぎてさ、ズラっぽくない。あ、なんかちょっと黒す急にどうしてバレますね。急にズラ乗せたんじゃないですか。で、ちょっと当てすぎた。いや、大丈夫。大丈夫、うん、今日もう出かけないです。あ、ほらもう今日、あの、風呂入って髪洗って寝るだけなんですけど、うんうん、試しどうなのかをね、見たかった。あと自分でこうセットすればいいんですかね。あの、スプレーがあるから。そうそうだ、固めちゃうんでしたっけ。これでブラシとかしないんだ。しないの。
汗かいた瞬間に流れ落ちることもないんですもんね。ないんだって。え、すごく、すごいね。これ、これをこうやって雨降ったらやばいでしょって。いや、大丈夫。はぁ、分かった分かった。なんかスーパーミリオンヘアね。ここに毛が生えたね。頭が小さく見えますね。え、大丈夫。頭が、多分、閉まったって見てですか、黒い。ちょっと待って、今まで膨張してたんだ。だからやっぱあの白と違うじゃないですか。ちょっと黒だからか。黒だから。黒くなってか。俺自分のてっぺんって。正面みたいな正面。ん？てっぺんあんまり見たことなかった。わ。あ。赤くなっちゃって。あ、これ。そうだよね。うん。ちょっと。これ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 。ああ、ちょっと見せて。あ、なにこれ。ちょっとつらっぽくない？ちょっとやりすぎた？これ、いや、そうなんだ。あの、なんかもうちょっと私はそのぐらいでいいですかね、うん、こんな感じか、うん、そう、これであ、これは自然だね、でもね、うん、してで、あんまりブラシはしない方がいいんだ。あんまりってか、ブラシはしたらね、ちょっとこれで、これで固まんないですか？痛い。あ、目つぶって。いやだ、しみる。はい、これで、これで手で直して。あ、こうやってこうやればいいんだ、うん、あ、なるほどね。持ってるから。すみません、はいはい、すみません。おお。おリーゼントみたいになったじゃん。うん、やったじゃん、昔のリーゼント。昔みたいになったじゃん。へぇー、やんちゃんの頃。お、あ、これはいいわ。いいんじゃないこれ、うんうん、後ろ袖、うん、後ろ鏡で見てみて。ちょっと見てみましょう、はい、てっぺん、ここで見る。おぉ、埋まった埋まった。あのね、最初ね、俺ね、うん、やばいよこれって言ったら、そう、額だったんだよ。ここ、あ、額？ここ見てた、おでこ。そう、どこ映ってるか分かんない。あ、でも全然消えた。あ、これはいいわ、うん、これ、あの、少しこう、グレーが残ってる方がいいね。そうね、うん、ところどころね、自然でいいね、うん。10歳ぐらいは若返ったね。うん、やったじゃん。で、これもうお風呂入ってる。これ頭があればもう綺麗に元通り。また拭けるよ。え？じゃあまた、あ、寝る前に綺麗にすればいいんじゃない？鏡でこうやってあ、でも本当だね、うん、髪の色って若返るよね、うん、そう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 、ね、一気にね。よかったじゃん、若返った。ありがとうございました。では風呂入ってきます。はいはい。いってらっしゃい